ですはい、似てますけど、確かに。ええー、アクティブに動いてるくぼっちさんじゃないです。はい。賭博、えー、違法賭博って、えー、言うけど、40州で合法。そう。たまたまそこのね、部分ではダメだったって話でやって。ねえ。なんかね、エンジェルスの 野球選手もなんか出たらしいよ。賭博で、違法賭博で。はい。ボロボロ出てきていると。そのうちいろんな人たちが賭博で出てくるよ、これ。まあそういうことで、ね、一平さん、学歴不詳です。はい。嘘つかないようにね、嘘を。俺、嘘つきのか分かるからね。 うん。嘘ついてるやつの顔は、なんて言うんだろう。笑うんだよ、すぐ。うん。すぐ笑ってご,ごまかそうとしてる。それじゃ嘘つきだよ。間違いなくね。いや、笑うね。うん。俺は嘘ついてません。じゃあ、次のニュースいきます。うわぁ、女性の皆さん。 夢がありますよ。ええー。なんと、あの、張り、超有名なハリウッドスターが、51歳が、なんとこんなことをね、しました。これはすごい、女性にとっても、なんて言うんだろう。う、嬉しいんじゃないかな。あ、頑張れるんだと。 祝、米女優、キャメロン・ディアスが第2子男児の誕生発表。彼は本当に可愛いですと記し、私たちとしても幸せで感謝の気持ちでいっぱいですと綴った。2015年、米バングーバンドグッド・シャーロットのベンジ・マッテンドと結婚。2019年、第1子女子をが誕生したと。 なんと51歳で子供を産んだらしいです。51歳です。だからもうリリーさんが子供を産んだみたいな感じだよ。おぉ、すごいよね、これ。産んでないでしょよ、産んだって書いてんじゃん。第二子男児の誕生って、産んだんだよ。夢があるよね。 代理母いや、普通に生まれたんだよ、お前。代理母じゃないんじゃないちょっと、内容まで見てないけど。産んだんだよ。代理ではバカちょっと待って、キャメロン・ディアス調べるわ。代理なのかどうなのか。ちょっとこれ、大きく間違うからね、これ。嘘だったら。 えー、キャメロン・ディアス、えー、キャメロン・キャメロン。 キャメロン・ディアスえ代理母って書いてないけどねどこに書いてんの代理なのこれ記事ないよだって代理って書いてないよほんとに代理なのこれえー 書いてないけどね代理なのこれ書いてないけどあっ キャメレン・ディアスは、代理、ん代理出産で迎えたと見られている。あ、代理出産ですね。はい。ディアス、代理です。おめでとうだから選択肢があるんだよ。50になっても、代理出産で、こうやって産むことは全然恥ずかしいことでも何でもないよと。 リアスさんがね、伝えてくれてます。えー、だから、女性にとって、ね、希望ですよ。子供ができない、どうしようって悩んでるあなた。えー、代理出産っていう選択肢もあるんでね、海外で普通なので、えー、全然やってみてください。間違ったことに謝れ知識不足でした。すいません。 今後ともね気をつけますえー、日本はできないよまた嘘つきました日本ではできないらしいですなので海外行ってくださいえー、いいですかもうキャメロン・ディアスの話は今後は二度としませんはいすいません じゃあ次のニュースいきます。うん、え次がジョニー・ソマリーさん。イスラム、イスラエルでボコボコにされたそうです。はい。日本でね、迷惑行為をしていた外国人 YouTuber。その人が、イス ボコボコにされたそうですね3月22日ジョニー・ソマリー襲撃まとめ赤番されて荒れてテキーラ14杯ゲイみたいと言われ激怒彼に切れまくる、えー、中別の青パーカーと口論に再度青パーカーを探して挑発するが逆にフルボッコ 殴った黒上下が逮捕されるのを煽りに行く。ホテルに一人で帰るところを待ち伏され襲撃と。すごいね、ジョニー・ソマリーさん。イスラエル,イスラエルで、日本みたいなことをやったってこと俺ね、これを聞いたときに、大したもんだねと思ったね。日本だからなめられてるのかなと思ったただのバカだったんだ、普通に。殺されたらおかしくないよ、これ。 どういうことかっていうと、まあ、ゲイみたいってね、ジョニー・ソマリーがイスラエルの地元民を煽ったんだよ。で、切れた青パーカーの人が殴って、で、黒パーカーも殴ったんだよ。その黒パーカーの、ね、方が逮捕されたんだよ。それを聞いたジョニー・ソマリーがわざわざ行ってね、挑発したんだよ。捕まってる黒パーカーに。で、その後、足ホテルに帰るかって帰ろうとしたら、待ち伏せされて、で、顔面を切りつけられたらしい。 で顔面血だらけになっているという情報です。はい、まあ殺されててもおかしくなかったよねって話ですね。ゲイみたいって言われて無事ゲレる、はい、通訳ミスをちゃんと伝えろゲイみたいと言われえー、多分通訳ミス、はい。ってことですね。 まあ怖いねこれはね、まあ、ジョニー・ソマリが煽ってねイスラエルの地元民を殴られたり蹴られたりしたんだよで日本からはよくぞやったぞイス,ラエイスラエルっていう風にね祝福されてるらしい、はいまあ、日本でもね勝手にさ工事現場に入って不法侵入で捕まったりとか、ね、して長いね 交流機関を得てね日本が出てったのにまた違う海外の方で舐めた態度とってねこんな目にあってますなので調子こかないようにね足元すくわれるよイスラエルねはいいいですか気をつけてくださいイスラエルなんてただでさえピリピリしてそうなのにまさにアホ しかも、ジョニー・ソマリってアメリカ人でしょ確か。やばいよね。狂ってるよ。はい。だから、逆にす、何お前にも、お前も気をつけろところ光るってやつ。いや、めちゃくちゃ怖いんだけど。どういう意味ですかこれ。脅迫来たこれ。アカウント出しの。どういうことですこれ。まあ、匿名だったらスルーしてたけど、アカウント出すってことは、殺すってこと俺のこと。 訴えていいですかもう。刑事告訴。どういう意味で言ったんですちょっと怖いんですけど、普通に。あんチに気をつけろってことそう言ってもらわないと。ね。脅しみたいに聞こえるんでね。やめてくださいね。ゴミ。ええー。じゃあ次のニュースいきます。えー、次が、 最近ね、僕、ストレス溜まってますで。皆さんもストレス溜まってませんかだから、誹謗中傷したりとか、で人を蔑んだり、人の足元をすくってね、叩いたりしてると思うんですよ。僕はそんなストレスを解消させたい。なので、こんないい記事を持ってきました。皆さんも実践してください。ストレス溜まってる方々多いと思います。 これですね今日のふわっちさんから、えー「豚も癒されるらしい知らんけどストレス解消癒されたい牧場で牛とスキンシップ」ね「イギリス」「チケットは、ね、1人50ポンド約9600円で数ヶ月前に完売するという参加した女性はこんなリラックスできると思ってもなかった」 とても可愛いすごく癒されると語ったと牛と生活するねあのチケットがイギリスで売られてるらしい、ね、それが9600円で体験できるとストレス溜まってる方ね、まあ、牛以外にもさ動物いると思うから動物に触れ合ってねストレスを軽減させてくださいで今僕はストレス一つたまりましたこの今日のふわっちさんのツイート豚も癒されるらしい知らんけど どういうことですこれ。俺のことじゃないよね。ええー。俺のことか、これ。まあ、今日のファッチさんは別に仲いいからね、言われてもいいんだけど、豚って言われるとね、俺のことかなと思ってね、ちょっと自信,自信暗記になっちゃうね。でも、豚はいい,いいやつだからね。臓器も作るし、植物に、ご飯にもなるし。 豚は舐めるのよお前なりすな。だから普通に言っておくけど豚の死亡率はモデル並みなんだよ。ね。10%切るんだよ。なる。で、最近ではその豚の臓器が人間に移植されて生き長えられたとかね。では肉にもなるし。万能なんだよ。動物として。だから人を下げ進む。 とか、そういうふうに誹謗中傷するなら、アザラシとか、トドとかね、そういうふうに言わないとダメなんだよ。レブ相手にね。トドの死亡率は30%だから。だからこれから豚って言わないでください。トドかアザラシでお願いします。カバはわからん,、うん。お前は無能。あ、池田ってやつブロックだ、お前。もう許さない。二度と解除しねえわ、池田。 LG 入れます。ダめやがってこいつ。なあ。なんで俺がお前そんなこと言われなきゃいけないんで無能って。ブロックだ、お前。俺、池田ってやつ LG。いらないです。はい。でも、謝ったり許してやってもね、考えてやってもね、いいけど。お前、前、謝ってきたら解除してやったのに。 また同じこと繰り返すのか。いらないよね、これ。ごめんね。許してやるよ。じゃあ、そういうことでね、ふわっちね、社会的ニュースでした。じゃあ、こっから、え、本筋、え、皆さん大好きな、ふわっち、大炎上 ニュースですよろしくお願いしますはーい。ちょっと社会的ニュースは気合が入っていなかったんで、ちょっと気合い入れます。っしゃーふわっち大炎上ニュースです。じゃあまず一つ目のニュースから。 はい。えー、なんとびっくりしました。便所太郎さんがちくり。はい。なんとあの便所太郎さんが一回揉めた女性配信者に対して、ちくりちょっと、あの、ものを申しました。でそのものを申した相手はしきちゃんね。どうやらしきちゃんが、まあ前のやつなんですけれど、 3月13日のやつ、まあ。子供を抱えながら運転をしていることに対して、弁所さんのツイートにて、またやらかしたこのおばさん。じ自動車の運転者はえ、チャイルドシートを使用しない6歳未満の幼児を乗せてえじ自自電、自動車で運転してはならないと法律で定められていますと。道路交通法。 第71条の第 3, 3の第3項って書いてます。これ動画ありますね。この人のね、キ、え、バ、ー、さんっていう方を見れば動画で運転してるのが見受けられるそうです。はい、で、これ便所太郎さん一回しきちゃんと裁判してるんですよ。ね。 で、結局450万ぐらい取られたんだよ。ベントラウさんが、しきちゃんに対しての子供をネグレト、ネグレクトっていうふうにね、言いまくってて、ふわっちで。で、訴えられちゃって、取られたんだよ。その矢先のこれだから、また裁判かっていうねえ。まあ裁判にはならないと思うけど、はい。ベンさんは懲りずに、まあちょっとつついていると。しきちゃんを。ってことですね。 これはやばいだろうどっちがやばいんだろうねこれは。まあ正直、指揮者の方がやばいと思うけど、俺は。あまあ危険運転だからね。で法律違反だから、まあ、言われても仕方ないのかなと思うけど。式はこれやばいよ。ええー。まあ、これを別に訴えようとしても訴えられないか。あ、そう、弁所さんはね、そうなの。初めね 200万ぐらいの請求だったんだよね、うん。200万で集結したんだけど、またね、弁助さんが提訴したのかな、うん、提訴っていうか、またなんか、訴えたこれちょっと間違ってますよ、と。で、また裁判やって、450万に膨れ上がったらしい。200万で済んでいたところ、バイプッシュになったらしいね。 負けちゃったんだよ。反訴か。ええー。で、四季ちゃんに450万払うっていうね、結果になったらしいね。なんかあの、聞いたことあるんだけど、やっぱ閲覧数イコール、ね、で1人につき1万らしいよ。だからもし俺がこれね、あの訴えられたら4000万らしいです。ええー。 4000万。まあ、実際訴えたとしても4000万にはならないけどね。100万とか、110万ぐらいになるみたいな話らしい。うん。実際は1人1万にはならないらしいけど。あ、そう、これ TikTok なん、あ、Twitch だね、これは。うん。だ反転してるように。だから、運転深夜直になるけど、無免許だからおかしくなるでしょ。ええー。 いいですかってことですね。まあとりあえずしきちゃんが危険運転というふうにベンチョ太郎さんが指摘ということでした。いや動画あるよ。動いてる、うん。ちゃんとなんか見ながら安全運転してたよしきちゃん。運転しながら運転しながらに見えた俺は動画で見たけど。 うん、前方を注意しながら運転しているように見えたけどね。はい。っていうことです。お前も訴えられるよ。お前が訴えられるよ、ね。誰が訴えられるんだよ。じゃあ次いきます。えー、次が、えー、あ、これはびっくりしました。ユリアのニコ生の1ヶ月分が判明しました。 ユリアさんね、あの収入どこから出ているのかって不思議な方いると思うんですけど、ニコ生からですね、えー、で1か月分の収入が、ね、出るそうです。公開してました。その金額はなんと、これだけもらえるそうです。えー、高まるユリアね、三千3780円ということです。 まあ少ないっすね。ええー。まあ、ニコ生のクリエイト、クリエイターの推奨プログラムでもらえるお金らしい。あ。いや、またるって書いてあるよ。またるって。だ明日だね。明日振り込まれるね。3780円が。お前、高まるって呼んでたぞ。 嘘まあ、またまれでも高まれでもいいじゃん、どっちでも。ええー。ゆりって伝わりゃいいんだよ、お前。でもね、みんな、バカにしてるけど、火薬さんは2円とか4円らしいからね、それを比べると、ユリアはすごく稼いでるんだようん。うまくね、やってるよ。離婚してるね。えー、あ、なーモーたは離婚したかわからんけど。 間違いを指摘してあげたんだす。ありがとうね。素直に受け取っ,け取っとくね。ありがとう。っていうことでね、3780円ということです。なんで捕まらないのわかりません。なんで捕まらないのかわからない。ただ、逃げ回ってるっていうことだけはわかる、ねえ。じゃあ次のニュースいきます。 次がね、あのー、動物虐待ですね。野田ゾウさんからのツイートです。はい。こんなね、投稿がありました。ひどいね、ふわっちの配信者で動物虐待した人がいるらしい。これですね。超大手配信者。超大手配信者が動物虐待。 凶暴パンツさんって方、ヨッサン、黒い木を何度も放り投げる。ってこと、ヨッサンがね、飼っている猫ちゃんがいるんですけど、虐待したらしいです。一応動画があるんで、野田総理のね、凶暴熱さんの拡散されてる動画を引用リツイートしてたんで、これをちょっと出します。俺も見てないんですよ。えー、どういうもんなのか。 ちょっと見てみます。これか。もう、これじゃ稼げないから寝なさい。 もう稼げない。猫ちゃんは寝なさい。いてもしょうがないから。うん、人気ない。猫がいても。ね、アイテム上がんないね。むしろ会社にダサいがじゃんね。稼げない。猫ちゃん、もういたって。アイテム上がんなくなる。んだ 本当ド M だな、まあ、そういうことですよまあ虐待じゃないっすねえー、まあ猫をめちゃくちゃ放り投げてるというふうに来,た来てたからそうなんだと思ってまあちょっと初めて今見たけど別に、まあ、虐待になる人もなるかもねならない人もなるし、えー、ちょっと難しい部分だけどまあ黒雪は嫌がってないかなと。 投げられて戻ってきてまた投げてみたいな,なんか仕草があったからえー、あのね黒雪はねすごくねド M なんですよ、えー、あのスパーキングっていうまたね虐待みたいなねあのお尻を叩く芸があるんですよ結構強いんだよねこんなんじゃなくて <laughs> でほんとこんな感じで吉さんがパパパパパってやるんだよ で、黒雪はそれを喜ぶという感じてるんだよねまさかのあスパンギングええー、だあれはまあ遊んでるって感じかな <laughs> 喜んでないいや喜んでると思うよねあれ何回も尻突き出してもわパ,パパパってやるじゃんで終わるじゃん そしたらクルヨキまたケツをつけ出すんだよね。なのにクルちゃんまだやりたいのっつって、パワパワパパってやってたけど。ええー。喜んでると思うけど、まあちょっと動物の気持ちわからないんでね。はい。まあでもあの動画を見て、虐待だっていう人もいると思うんでね。まあ人それぞれですよ。僕は、まあ、虐待というか遊んでるのかなと思いますね。 その投げ方も結構優しかったよね投げたけどそのこんなんじゃないじゃんもうなんか野球ボールみたいに投げたわけじゃなくてちゃんとね黒雪の体勢をその整えれるような形の状態に投げてるじゃん優しさがちょっと垣間見えたかなと思うけどね吉さんの実は優しい投げ方してるっていうってうことですねはい まあ、そういうことです。じゃあ、次のニュースいきます。実は優しいんだよ。うん。あ、でも、リスナーさんに対しては厳しいけどね。だリスナーさんに対しては虐待かな。アイテム投げろってね、あの脅迫してたから、はい。そこはちょっとね、虐待でいいと思います。じゃあ、次のニュースいきます。 はい次がねああこれはちょっと皆さん残念ですね3月の29日え沼連合っていうそのツイキャスのチームがあるんですけどお花見があるらしいんですよまあすごいね豪華メンツでマティアスヤミー、ね、香川さん光るなどなど、ねまあ、たくさんのね著名人たちが 合同でツイキャスの方でお花見をするという、まあ、話があったんですが、新やっちょくんとかね。なんと亀裂が入って、そのお花見がなくなり,なくなりそうです。ええー。あ、水根はもうそう。沼連盟か。すいません。沼連盟です。はい。で、昨日見たらね、光とやっちょくんが揉めているらしいね。えー それを見た香川さんが、いや、じゃあ俺も行かないですというふうに LINE で言ってて、まあ、3月29日のお花見はちょっとなくなるんじゃないかっていうふうに噂とされています。えー、で、内容としては、ヒカルが、まあ、あのー、在籍しているその沼連盟に対して、新八く君が、まあ、ツイッチの方がちょっと番になっちゃったんだって。はい、だから、TikTok で放送しますねっていうふうに言ってて。 でその TikTok の部分に関して酒とタバコは禁止なんだよねだから気使って配信やってぐらいのことを言ってるんだよでヤミとかが分かりましたみたいなこと言っててでマティアスはその人それ厳しいかなっていう風に言っててでヒカルがいや俺は酒飲むよという風に言ったらしいその後にヤッチョくんがあみんな優しいねとヒカルだけ端っこで飲んでればいいっていうふうに嫌味言われたらしいその結果ヒカルはブチギレン まあ、無ち切れたというか、嫌な気分になって、もう行かないってことになったらしいですね。はい。なので、亀裂が入ったそうです。友情に。まあ、嫌味だね。LINE 達しますね。やっちょくんね、結構ね、いろんなところで嫌われてるんだよ。実は。 ヒカルだけ一人遠くで飲んでてよ。沼連合時代ミズニアンポジションでさって。沼連盟ヒカルがその役割担当でさっていうふうに。で、まあヒカルがよくわかんないなと。じゃあもういいですわ。行かないですっていうようなラインを送ったそうです。はい。嫌味ええー。まあ TikTok のね、 そのツイッチにバーになったのがやっちょくんのせいだからそれに協力している人たちが多い中の光のその何て言うんだろうえ協力しない姿勢が気に食わなかったんだろうねやっちょくんはでも確かに酒飲めないバーなんて花見意味ないからね俺がやっちょくんだったら TikTok はやめるかなええもうみんないろんな配信でやってるんだからそれでよくない ツイキャスでふわっち A 番になったやつが悪くないええー。正直ね。俺はちょっと光に同情するかな、これは。で、香川さんそれを見ていて、グループチャ、グループチャットかな、これ。グループチャ。ええ、グループラインね。それを見かねて香川さんが、じゃあ俺も行かないですって言ってて、まあ行かない人が多数出ていると。 なので、まあ、沼連盟が好きなね、リスナーさん多いと思うんですけど、それがちょっと中心になるかもしれないって話らしいですね。はいまあ、やっちょくんはちょっと光を下に見ている節があるからね、し、えーまあ、仕方ないっちゃ仕方ないかなっていう感じです。で、実はやっちょくん、これだけじゃないんですよ。この方にも嫌われてます。えー、これだけじゃなく。 これかな新八丁のサブアカで藤沢七香から藤沢七日か屋形船のお誘い」「新八丁無限共演 NG」「ジョリも炎上系って言われているのにそこは絡み投げ銭やコラボお願いしてこみまくる無限」 全く俺は炎上してないのにグラッピングも鍋の企画も誘われてないのに連絡もなし中止で電車場と伝えに聞いたけどそっちの方が失礼やし不健全やなっていうふうにまあ無限さんに対して文句言っていると。はい、で無限さんがこんな反論をかましてました。 流れてきたから反論すると、藤沢奈々ちゃんはツイキャス、俺は TikTok で炎上系とは絡まないって言っている。お前の足りねえ頭で理解できねえかあと、屋形船に関しては、こちらも大人の対応はするけど、ガチャガチャ言ってくんなよ。ベンヘラツイートばっかしてキモいんだよな。シンプルにいい年したおっさんが、ということです。<laughs> まあストレートにね。 やっちょくんに対してものを申した感じですねええー、まあちょっとやっちょくんのわがままが目立っているってことでまあちょっとね参加するとこのイベントがまあなんて言いますかもめ,も,もめているって感じですはい40人ぐらい来るんじゃない屋形船はすごい来るらしいからね で朝からやるらしいよ。うん、朝から。だから、ツイキャスとかパンクすんじゃないでパンク。すごいメンツが詰まるからね。これこれさんにも電話してたよ。パルは誘われてないの俺は誘われてないですけど、えー、でも、 枠で一回話題になったらしいからね。でも LINE 知らないから、えー、仕方ないっていうか仕方ないっていうか、えー、そう、名前出してくれるだけでも嬉しいよね。まあ、どうせ俺は行かないっていうのう分かってると思うんだよ。えー、だから、誘わなかったっていうことなんですよ。えー、僕はそう言い聞かせてます。えー、行きたいのがないんだよね。もともと誘われても行かないし、俺は。その もともとの部分でね、その、誘われてないから行かないとかじゃないよ。えー、シンプルにちょっと遠いから行、えー、かないって、もう俺、最近もう行ったり来たりばっかなんで、ちょっともうここで落ち着こうかなって話ですよ。あと、人が多いとこはちょっと苦手で、えー、安心しろ、誘われねえから、分かってますよ、そんなこと。一言わなくていいんだよ、お前。 ね、誘われてないなっていうね部分に関してはもうほっといてください話題には出たんだからいいじゃんえー、政治も行くのにも比べないで誰々が行くってもうやめてよ気遣ってくれて奈々ちゃんそういうのは多分俺のこと好きじゃないんだろうなっていうふうに思ってくれたんだよお前 もうやめてよ、誰々が行かないから、ちょっとグータラ文句言ってるっていうね。そういうさ、こと言うの。イラついてくるよ。文句言ってないから。政治や誘われているの、お前は誘われてないって言い方やめてよ、もうねちなみに俺、奈々ちゃんとね、一緒にパチンコ打ったことあるから、プライベートで。まあ、機長さんいてたけど。ええ。その時、奈々ちゃん、別に嫌いな感じなかったよ。 むしろ優しそうだってよ。おうで、優しく、あの、俺に話しかけてくれたんだよあ。優しいなと思ったんだよ。で、俺はもう、大阪に帰らなきゃいけないから、ね、まああの、1000ぐらいはまったんだよね、パチンコで。じゃあ、ちょっと抜けますねって言って、抜けたら、奈々ちゃんが、俺のパチンコ台、生え出してた。<laughs> あ、じゃあ、いいそ,のそこ座っていいって言って座ってたね。えー。 それぐらい仲がいいわけではない。仲がいいっていうか、別に嫌われてはないよ。ええ。ね。政治も養父も行くって言ってたじゃあ俺は、俺は一人でカラオケ放送でもしとくよ。ほっといてくれもう。はい。っていうことですね。 いいですかそう、最初から行く気、全く行く気ないくせに行くかもっていう適当なこと言ってんじゃねえよ、っ言ってないで274ブロック入れるぞ。俺言ってないよな、そんなこと。行かないって最初から言ってるじゃん。アホだろ、お前。俺言ったか、お前。そんなこと。ちょっと今のは聞き捨てならんぞ、マジで。行くかもしれないに、ね、一言も言ってないよ、お前。もうブロック入れるね。 行かないって最初は決めてるんだからええー、274号もう許さないよお前次コメント書いたらちゃんと次のコメント考えろよな嘘つきが政治四分ね01誘われてるほら俺は俺奈々ちゃんの家行ってないじゃんみんな行ってるじゃんだからそういう関係性があるでしょじゃあ天然ストレートさんも誘われてますはーい で部長山田は漢字ですね。ええー。で、あのー、まあ、いろいろそういうふうに、館部船の、あのー、ね、やつ、あるけど、新年会みたいなあ、花見か。僕は、あのー、いいんですよ。ええー。いいですか ?LINE <laughs> 分からないね。だから、違うって、もやめてよ、奈々ちゃんに目かけないでも、も本当に。 俺がなんかダダこねてるみたいじゃん。誘われてないから、ギャーギャー騒いで。そういうつもり言ってるわけじゃないんだよ。もうしつこいんだよ、もうちょっと。で、奈々ちゃんに目惑かけるだよ、もう。頼むわ。わがままのみたいになるじゃん、やっとくみたいに。えー、<laughs> はい。じゃあ、次のニュースいきます。えー しつこいんだからまあそういうことでまあやっちょくんの話なんですけどまああの沼連合の花見3月29日の部分がええー、まあそのやらないかもしれないそして無限さんまあやっちょくんのこと嫌ってるというか、まあ、ちょっとメンヘラおじさんっていうふうにね煽られていると、はいまあ、嫌われてると思,う思いますね嫌われているということでやっちょくん結構 今現在ね嫌われてますじゃあ次のニュースいきます、えー、次がまたちょっとツイキャスになっちゃうんですけど原因は不明なんですがとある配信者が引退したそうですまあ休止の方が近いかな いや、嫌われキャラになる、なってるや。ちょっとね。え、それがこの方ですね。もうびっくりしました。名前は、君坊さんです。なんと、昨日の夕方ぐらいですか、放送をつけて、ちょっと配信をしばらく、この場所にいられないってことで、引退するという発言が飛び出ましたね。はい。まあ、 引退するとは言ったけど、明日、あさって、いや、その1ヶ月かもしれないっていう発言があって、だから休止かな、正確には。はい。まあ、ちょっと休止をさせていただくということになったそうです。君坊さんで。理由は何でなのか、分かりません。謎なんですよ。僕も一応いろんな人に聞いたんです。はいほうさんにね、聞いてみたんですよ。それハイいほさんも、ちょっと謎ですと言ってて。これ、ハイホーさんの動画なんですけれど。 えー、あの見たい方、ハイホーさんのね、動画見てください。いや、なんでやめるかっていう理由が分かってないんだよね。だから不倫とかね、たくさん書いてるけど、そこも正確ではないから、不明です、はい。ただただ、まあ、やもう配信をちょっとやめます。この場所にいられないですっていうふうに言ってました。えー、こっすん えこっすんとキミボうさん。嘘そ,そうなのこっすん可愛いよね。うん。俺もツイキャスでは可愛いなと思ってね。ずっと見てたもん。ね。子供産んでさ、赤抜けた感じも可愛いし、可愛いよね。こっすんではない不倫、あ、きみさん不倫したの 誰と不倫したの、ね、えええー、そうなのまあ別にね、まあ、不倫したけどやめなくてもいいと思うけどね俺君坊さんとサッカーしたことあるんで一緒にすごく優しい方だってよ、えー、うんねすごくね ボール役いやもう完全なねフォワードでしたその時はゴール前に突っ立っているデブでしたねこっすん君もタイプって言ってたあそうなんだ俺のこと好きな女性配信者いないかなこれタイプっていないかあヨウの求めはこっちにね ヨ分ブンの元読むのこっちはヨ分ブンの話聞いてたら小説家と不倫したらしいよ。すごいよね。おお、小説家。有名かどうかわからんけど。って話聞いたね、俺は。彼女がいるよ。あ、そうなんだ。まあ、とりあえず君もさん引退ですね。はい。じゃあ次行きます。 えー、ちょっと炎上ニュースちょっと外部放送の内容ばっかりですいません次はルイジさんとエ美太郎ちゃんがコラボしましたはい TikTok でまんだけ揉めていた2人だったんですがまあコラボしたそうですね えー、どれあこれかまああの元サヤに戻ったっていうかまあ一回戻ってね、まあ、復縁はしてないのかなはいまあ一緒に仲良く放送したらしいですでルイさん子供を見て「初めまして」っていう風にボケたらしいですねそれがちょっとかわいそうだっていう風うにちょっと一瞬炎上したらしいですええー まあ、エミ太郎ちゃんは懲りないよね。で、ルイさんも懲りないって感じですね。まあでも子供にとっては、本当の父親がいいからね。うん。だまた、凶悪カップル、凶悪夫婦がね、誕生するかもしれません。退院したらしいよ、エミタロちゃん。はい。まあ、同じこと繰り返すんじゃないかな。酒飲んでね、エミ太郎ちゃん。で、ルイさんが、 また酒飲んで裏でやってたとかね。わーわー言いそうだけど。えそれもすごい、TikTok。3000人ぐらいいたかな、えー。うさまさんとエミリット・ラオちゃんはなんか揉めてるね。別れて、なんか、車を傷つけられたってことでね。うさまさんが金払えっていう風になんか騒いでるらしいけど。はい。で、宮城く君がうさまさんの真似して煽ってるっていう。なんかね、カオスなね、ちょっと内容になってる。ふわっちの、 もっとふわっちのティックトッカーたちは。っていうことですね。いい感じだった。めちゃくちゃ似てたけどね。みやびくんのうさまのものまねは。加藤サリは別れたんじゃないルイーさんと。あ、5000人いたんだ。あ、俺のナイス、5000人いてナイス300はやめてください、ちょっとナイスいいですか、ちょっと お願いしますうさは、ま、子供に虐待してたよっていう話だねこれでも恵美太郎ちゃんがそれ否定したんでしょ見たけど「<laughs> うさまはそんなことしてません」とどっちなんだろうねじゃあ次のニュースいきます、えー、次がねミ、えー、ズニアンですねうん え昨日、ミズニアンと、実はね、閲覧低かったんですけど、結構ね、話題になったんですよ。えミズニアン、エセヤカさんに対してブチギレ。はい、昨日、ミズニアンがリンちゃんとコロボしてましたで。リンちゃんとホテル行くかもしれないっていうふうに言ってたんですが、エセヤカさんが途中で合流して、まあ、3人になって、でミズニアン、リンちゃんとホテル泊まれると思っていたんですが、エセヤカさんのリンちゃんが、 急にいなくなりました。はい。で、置いてき置いてかれちゃって、ミズニアン1人になっちゃってね。で、せやかさんとりんちゃんがラブホテル、ラブホテルらしきとこで放送すると。それによってミズニアン、ぶち切れ。一言ぐらいね、声かけてくれてもよかったんじゃないかと、ぶち切れだそうです。で、内容を見てると、雑に扱われたと。ねありえないということらしいですね。 置き去りにされたらしいでエセヤカさんが忘れ物をして一回取りに来たらしいんだってその時にエセヤカさんがこう言ったらしいまた戻ってくるんでそして戻ってこなかったと <laughs>、はい、か普通に嘘つかれたらしいですええー、で水ンが家帰って小屋、えー、自分の家に戻ってね めちゃくちゃゃくさんにディスっていたとでもンちゃんに対して初めヘイト向けてたんだけど明日会えるという話を聞いてンちゃんの話はちょっとやめ,やめたそうですねええヤカさんを集中的にディスってましたええー、くだらないいやそういうことがあったと。 じゃあ、りんちゃんに電話しますね。電話しなくていいか取り合いだったらしいですね。で、りんちゃんは生カさんと一緒にいるから、ワンチャンで一晩過ごしてるかもね。まあ、いいか。電話しなくて。はい。<coughs> したところでね。ってことちなみに、 インちゃんってエやヤカさんがなんでミズニャンがブチ切れてるのかわからないらしい、ね、ミズニャンは勝手に置いていかれたことと雑に扱われたことに対してずっと言ってたねうんであとまあ嘘をつかれたこともちょっとショックを受けてるとで、まあ、一番大きいことは男としてねわかるんだけど今からちょっとホテル行け,行けそうなね 子がいてさそしたら別の男に取られたらそれはお前頭に血のぼるよこれ、えー、ありえないって多分そこだともう嫉妬なんじゃないかな切れたのは、えー、最近ペコちゃんが、まあ、彼氏できたかわからんけどいい雰囲気の男がいるんでしょそれを見てるからみずねにとってちょっと悔しいんじゃないいろいろと女は何だと思ってんの 女はなんだと思ってるか分からん水ズニャンはまあ思いやりがちょっと欠けてる部分があるからうんそこを直せばね非常にモテる男になると思うんだけど難しいねはいしきちゃんの交通違反もやりました、ね、えちょっとじゃないよねえ そう、姫ちゃんずっでやったらしいけどね。うん。ツナがワンに会いに行ってるけど大丈夫ゼロワンがツナに何かされると思ってんの逆に。返り討ちだろ。ええー、これがね、めちゃくちゃあの、か弱い男だったら分かるけど、ゼロワンだぞ、お前。大丈夫だろ。じゃあ次のニュースいきますね。リンさんのお姉さんは亡くなってます。えー むしろおもちゃにされるよ、綱は。TikTok で。やばい女が来たっていう風にね。ゼラはなめすぎな、お前。まあそういうことですね。はい。あとは、金梅さんですね。金梅さんの現状。えー、もうお腹が。 もうお腹がパンパンでこんなふうにねあの自分のお腹を実況してました内臓から、ね、外側からかよく分からん腹痛と格闘しているサロンパスは、ねえー、伸縮性がないから立ち上がるとみちみちってなるとにかく腹がチクチクキズ,ズキズキ痛い 報告ですが月曜日に、えー、先刺し先決してまた抜いてくれるそうですそれと飯なんですがたくさん頼んで残してますとから元気のツイートで申し訳ないということですあ、先死ね、すいません月曜日に先死してってことですねなんか最近先死する頻度が増えてるよね 結構早いスパンで抜いいてるいよいよやばいかもねこれ前はさまあ大体1ヶ月ぐらいまで耐えれてたけど今はもう2週間も経たないうちに抜いてない大丈夫これ金ちゃんうんスパンが速いめちゃくちゃもう1週間1週間いやもっとかなその前ぐらいのスパンで抜いてるよ でもねご飯はね昨日弁当2つ作ってたねおお弁当2つのツイートあったりとか食欲はあるんだよサロンパスは分からんなんでしてるのかまあ筋肉痛みたいな感じじゃないお腹の痛さっていうと栄養が吸収できてないあだからそういうことか 最後かもしれないだろだから言っておきたいんだ。と、えー、いうことですね。いやでも本当に肝硬変になってその後の腹水は地獄なんだなって苦しいんだなって思った。だから俺ちょっとねダイエット実はこっそりしてます。えー、昼ご飯めちゃくちゃ食って晩ご飯食わないっていうちょっとあのダイエットしてます。ええー。実は 今2日目なんですけど今日もね昼飯めっちゃ食って夜飯食わないっていうねちょっとダイエットやりますわやってますわええー、それでマジにそれマジ痩せるそうすますちょっとそれダメな方法いやダメじゃないようんでお腹空いてるんだけら今続かないいや俺ね1か月間ダイエットして2 0キロ痩せたことあるから 決めたこととはちゃんとやるよだね養分養分は何もしない養分なんかしてるでしょねえじゃあ、えー、本タイトルいきますか、ね、とある女性配信者がブチギレなんとあの配信者が発狂したそうです その人の名前はなんと、なんだ！ナイスお願いします。ちょっとすみません。いいですか？七百ナイスで言うんでお願いします。動画もあるんで、まあ動画送られてきました。 で本人からも直接言いたいことがあるんですっていう,うに言われたんで、ちょっと電話します。いいです、ちょっと押してもらって。押してくれてありがとうございます。実は、ね、うちの彼女にまつわる炎上ニュースのネタです。えー、で僕は正直憤りを感じているというか、なんでこんなことをするんだと。ちょっと今日はね、 あの見られないめったに見られないキレパルパル見れるかもしれませんブチギレのパルパルをね今日ね見れるかもしれませんそれぐらいプンスカ怒ってますええー、追い出されちゃうんじゃないかな声大きすぎてあとね69人お願いします えー、700もポポッとピピッといいですか700ですありがとうございますじゃあいきます、えー、とある女性配信者が無事ゲレその人の名前はなんとなんと相沢浩キさんです 昨日き子ママが大阪にインしてで相沢さんが嫁ったらしいんですよでその時に一緒にずっといたらしいんですがうちの彼女が秋子ママに挨拶しに行ったらしいんですって、はい、そして、えー、相沢さんに怒鳴り散らかされたと、はい、その時のまあ終わった後の言い草がこれだったらしいんですけど こういういいに言ってたらしいです、ね、なんか「パルパルのバーター」とかね「キャバクラで雑魚の女が」とかそういうことを散々言ってたそうですねあのちょっと情報やリ,リリえ情報やエルさんからねいただいたんでこの動画流しますちょっと名前はちょっとたの。 いいかな私に挨拶せへんかと向こうの方が悪いと思うけど、うん、大丈夫かな <laughs> 私が性格悪いっ声でがすぎて向こうも悪いと思うで私にあれだけ言われただけで泣きげしてんねやろそしたら向こうの方が性格悪いやん何を言ってんのよ <laughs> え私先にあいさつしてくれてるこれ私はしたよ挨拶私のこれアーカイブ出そか 私先に挨拶したでなあえほんまにそううん大丈夫君たちだから炎上狙ってるんや向こうがあざといんないやであいつホステスやろホステス全員にあざといに決まってるやんキャバ嬢やろもっとあざといはなめんなてお前らキャバ嬢なめすぎなバカじゃないあのな あいつはさ今パルさんとパルさんの投げしのえっ、ー、と誰やったっけおっさんおっさんメタル社長やったっけに投げてもらってあーそうなんちょってプレート上がってきてるからって今頑張っとんねやろそれやったら別にええやろなあ特命でたく書こうとしたんだけど炎上狙ってそれなりに来てんねんから <laughs> ええやろちゃうか声がねガラガラだね勝手に通報したらええやん なあ私からしたら女配信者なんでみんな私より雑魚やからな嘘だろ女配信,者配信者私と同じぐらい戦えるようになってから私にかかってこいって嘘だろおい勝てつこうなんて100万年早いわ何を言うてんねん病気出てるかなあすぐなったるわおいこらおいお前じゃあプラチナ私がすぐなったらお前ファンタ投げるよ私がプラチナになったらファンタ投げるよなタぬキたちってことですね まあねうちの彼女あざといとかねまあ散々罵ってくれたんだけど完全に炎上狙いだったのは相沢さんだと俺は思ってますなぜならリスナーを狙ってたからそれをうちの彼女に責任転換してねあざとい女炎上狙いで閲覧稼ぎに来たとかね発言してて何を言ってるんだお前こそリスナー狙いで 炎上させるようなことをしたんじゃないのかと俺はちょっと言いたかったですね。えー、まあその結果リスワンン、ね、ミズニャンと、えー、アイザーさんんが競ってたんだよでリスナーさんの方の界隈ではうわミズニャンかよっていう風に感じになっててどっちもリスワン1位させたくないって気持ちがあったらしい。 で結果的にどうなったかっていうと、3位のフカシいもがいたらしいんだよね。で、カシいもに立算を取らせようっていうふうになってたんですけど、結果、どうなったんだろう。え結果的には、あ、ミズニャンが1位を取ったということで。はい。 まあちょっとねリスナーさんはおかしいものを取ってほしかったと思うんですけど一歩届かずって感じです残念ながらまあでも相沢さんは阻止できたから相沢さんのアンジュの方は嬉しいという感じですね水にはナンチは何やってんだよっていう気持ちでなってたそうですねで,で相沢さんがうちの彼女をボロクソにディスっていたんですよ そしたらリリーさんが擁護してくれたりとかしてね、彼女喜んでましたわ。はい。で、イザーさんがこの話題をするならば、私に電話してきなさいと来たので、電話します。はい。あ、ナラちゃんもね、そうだ、聞いた。ナラちゃんも擁護してくれたって。コメントで擁護してくれたのかな おはようございます。あ、アイさんおはようございます。お疲れ様です。すいません、昨日パルさんの彼女泣かしてしまったみたいで。アイザンさんなんでうちの彼女泣かしたの？え、まに何切れモードで来てる？いやまだ切れモードじゃないですけど、なんで泣かしたのか、えまあ泣かされたっていうに聞いたんで、まあ強くは言ってますけど、はい。はい。え、私とあきこママが普通に配信をしてたの。あきこママが 昨日私リスワントレスワやったから私の枠に移ってくださっとったのよ。えーえー、で、それで、ねうん、なんかリアトツきたいってそのサトルちゃんが言ってるからって言うから私もアキコママでグリシタに戻ったのね。えー、はいはい。ほんでアキコママの枠じゃないからサトルサちゃんも配信つけながら来たの。はいはい。うん。そこまでは別にいいよ。ええーね。私も別に大手じゃないし。はい。アキコママのリアートツやから。ええー。 でそれあきこママにも枠つけてくださいって言ったけどママが私に気を使って私の枠にいてくれたのね、うん、はいはいはいで私だから私パリさんとも部屋靴とかで絡んでるし、うん、私のこと知らないわけないでしょうかいだから私初めましてって挨拶したのよ、ええ、そしたら彼女を無視して、はい、わざとぐるって遠回りしてあきこママにだけ「あきこママこんにちは」って言ったのだから怒ったのはい まあその部分ちょっとね、佐藤さちゃんに聞,聞いてないけど、俺が知ってることで言うと、佐藤さんに擁護するならば、うん、あなた佐藤さちゃんはブロックしてますよね。私してませんよ。え、前、ま、し、あ、てるって言ってなかったです全くててない。違う、私がされてんねんえ、したって前言ってなかった全くしてないよ。私、あの、お風呂かブロックの今、一覧してないよ。え、私、昨日ブロックされって、ね、私な。私が仲良くくくれたから。 ロケット花火売ったろうと思って、入、はい、ろうとしたら向こうにブロックされとったよ、昨日。ふざけんといて。え、前なんか、佐藤さちゃんブロックしたって。いう前の枠ですよ。全くしてない。いや、俺知ってたって聞いたけどね。はは何な,なんか、気に食わないがブロックしたって。全くしてません。私悪口も言ったことないし。料理毎日頑張っててエ偉いねって言ってる。え。 そうなんです。全くしてないよ、してない。あれ？しは私のブロックリスト。いや、今はだってブロック解除してる可能性もあるんです。してないよ。もともとブロックなんかしてない。はいはいはい。だからまあ俺は無,無視されたのかなと思ったんですけど。全くブロックしてない。え、ちょっと。何もしない。されたとしたらキス、消えた抜きで私にいらんこと書いて消えた抜きでブロックされてるときはだ。さとうさずちゃんブロックされた？え、さとさちゃんはなんで無視したの？ 無視してないえ、私、赤いの出しよ昨日の。だから、全部見て確認してじゃん、ね。ちゃんと挨拶したの<う>なんてママとさん,が並んでてまま泣いてるやん、ほら。なんやねん。お前さ<え>自分の男こ立ててなくなって。気持ち悪い。ふざけんなよ。何<え>、<laughs> ななんそのぶち切れてんね。お前<な>自分の じゃなくってあなたがパルちゃんの教育がなってないとか言うからですよ。え、お前そうやって言われても知らないやろ。お前大手の名前使っていることわかるよ。えしかも私は挨拶してたんです。パルちゃんに恥かかしのお前らけ。んね、まあいいや佐藤さちゃん。佐藤さちゃん挨拶したのね。しました。挨拶したって。見るとか。あ、あるの？アーカイブ。うん。でそれちょっと探して出てきたり言って。うん、でねアイザさん。 なんですか。なか、あの、言ってたじゃないですか、炎上させて、目指したかったんじゃないかって。え、昔、ま、の子が。いや、相沢さんが。え、私別に何もない、だって、その子なんか使わんでも、私名前取ってるやん。やめてよ、バルさん。いや、リスは狙ってたから、あえて、あなたが、そういうふうに言ったんじゃないの。え、私、別に、その子、彼女、本人に言ってないっ本人じゃなくて、炎上させたいがために、あ、あの、無理やり喧嘩を売ったんじゃないの。え、なんで、違う、違う、電気なってないから。 大臣としてもいいですね。えー、違うでも、りさは狙ってましたよね。感じ悪かった。くるって回られて。私。ええ。私、わた、でもな、私な。あの、彼女やから、うさんかったのよ。彼女に敵意もないから。はい、はい、はい。私の画面に一切映ってないよ。彼女。私、配慮してるの。ええー。で、それで<う>。怒ってたっていう分。分あるの。その時の。うん、見せてよ。 これ、挨拶したっていう証拠の動画があるらしいからちょっと見ますいいよこれもしもし挨拶あったとしたら謝ってくださいようん次は挨拶したけど初めは私に挨拶してないからねはじめましてどうも佐藤さんですお願いします

向かってアキコママでいし、ね。いやそれはアキコママのリア脱つなんだが、はじめアキコママに喋るでしょ。挨拶は喋んないよ。私に私にも挨拶したらいいや。してない。してるじゃんはめに。それから言って。挨拶聞いてね。普通に挨拶まずしてるねててって佐藤さちゃん。うん、でその後にアキコママのリア脱つだがアキコママに話しかけてるわけだから挨拶にかけるわけないじゃん。えそうやってっで最後にあの、はい、挨拶してもらったんでしょ。 え？私も最後挨拶聞いてるって言うてるずっと配信えー、だから挨拶されたら無視されてるわけじゃないってことですよね私謝る必要ないその嘘ついてるやん初め私いやいや動画出してくれたけどやっぱり2人に挨拶してると思いますよこれは見ると忖度やな忖度じゃなくて見て客観的に思ったことですよいや私の赤い子を出てから見てそれでも、えー、それでも私に挨拶したと思うんやったら私謝ってあげるわな 私はされてないからいや二人に、ね、どうもはじめましてっていうふうに言っててだからそれはそっちの意見っこっちはされてないって受け取ってんねコミュニケーションってそういうもんやろ違う私がされてないって言うてんね本人が <laughs> じゃあなんであの時秋子なのがそんなことになってじゃあね仮にね言われていなかったとしてもいい大人なんだからそういう,ふうにギャーギャー騒ぐなよいいからじゃあいい大人やったら挨拶もうこうやって発狂してるのも気持ち悪いよお前 ねえ、大気挨沢さんみたいなね、あじ雑魚は女性配信者に挨拶なんてしなくていいってね、俺教育してるよ。逆に。あ、そうなんや。じゃあパルさんが。お前みたいな雑魚がね。バ、ね、そうだよ。俺うちは小さいよ。そ<っ>もう挨拶しなくていいって言ってんだ、ね、よ。ね、俺は。あな、うん、ただって001さんのおかげでしょ。いや、ゼロはのおかげの部分あるけど、一からやってきましたから俺も。 お前は炎上してね<前>やってるだけじゃん。お前の投げシもやばいな。私の。お前のが投げシな。はい、パルさん。俺の投げシ強いですけど。何の話？パルさ配信ずっとやってるらしいや。私録音持ってるけどそれ。だから何？なあ、それ、な、それさ、普通に運営に言ったら問題になるんちゃうかな。集団い何よ。何これ脅しですか？いいえ違いますよ。私運営に伝、ね、えー、すればいいじゃん,いいじゃん勝手に。私も。 やれよ私にやればいいよ、それは別に。でもな、とりあえずね、<何>うちの投げしさんがザコっていうふうに言うのやめてもらって、弱いとかね。あ,あ何言ってんのさっき弱いって言ったでしょあのさ、関係ない配信者に、普通に、希望中傷のクトって何やってるんじゃ、その人。話変えないでよ。弱いって言ったことに、ね、間違ってましたっていうね、撤回してくれよ。 はい話そらさないでよ。話反らしない、ね、さん弱いって言ったことに対して弱くないよね。お前より上だよねって認めてよ。てててま話また変えるんだよこれ。っ変えられてなって飽きられた。病気でこれ更年期障害だと思うよこれ。 病気が出ちゃってるも,もう一回電話しとるわ <noise> ありがとうあえちゃんとも <noise> ちゃんもありがとうございます。 登ってんねこれ相沢さんまあ俺はあの動画見る限り二人に挨拶してると思ったんだけど「花坂ふわっちくありがとうニコナイスすいません」でその後にすぐに相沢さんが「挨拶ないわ」って言ってるけど相沢さんからの挨拶もその 佐藤さちゃんの動画を見る限りなかったから聞こえなかったか、えー、言ってなかったかっていう感じになるけどね相沢さんから挨拶はあったっていう認識あったうん相沢さんから挨拶の認識あったでなんかか向こうから挨拶でしょ、うん、いや何も言われてないけど、うん、なんかこの動画見る限り頭向こうも下げてたのかなみたいな私が「そはじめまして」って言った後に。 ああそうまあでも言葉としては認識してないってことね。あいつなんか落とされたうだろおい落とされたのなんで 相沢ああ番ではないのか集団通報いじめ集団いじめというかやっぱうちの彼女をねディスられるとやっぱ言わなくちゃいけないからね それを言うってことは、それなりの覚悟を持ってやらなきゃいけないでしょライザーさんは、あのー、人と比べたりとかやる感じだから、なんて言うんだろうな。直した方がいいよ、そういうとこ。アイテムありがとうございます。お前らも悪いな。 いや悪いというか、俺は見える感じ挨拶してると思うんだよね、二人にね。で、その後に、秋駒にリアトツ来て、秋駒に挨拶してるわけじゃん。で、相沢さんが、それの後になんかブチ切れてるって感じじゃん。だから俺は別に自然な流れだと思うけどね。その後にもし相沢さんが切れてなくて、あ佐藤さちゃん、どうもっていうふうに言ってたら、 佐藤んも挨拶していたと思うよ、うん普通にちゃんと直接一対一で。だと俺は思うけどねだからリス・ワンを狙っていた相沢さんがねまあ挨拶なかったっていうふうにブチ切れて切れたのかなっていう認識だけどね俺は。俺はそう思うけど。 アイズナさん、アイ相ナさん落ちただけでしょ、放送。落ちただけだよ。今回も、なんか、ちょっとムカついたのが、うちの投げしさんの誹謗中傷を言いますよっていうね、脅しみたいなのあるじゃん。常習的な脅しをやってるのかなっていう。ちょっと怖いよね、あの人。 録音撮ってますからなんて俺のリスナーさんを潰そうとしてるからねこれ狂ってるよえー、そもそもねうちのリスナーさんがなんでね言ってるかっていうとあの無言フォローとかされたんだってなんで,で無言フォローしてるんですかっていうことがきっかけなんでね で相澤さん昔あ前のイベントで俺のリスナーさん煽ってたじゃん「ファンタスティック投げろ」って私のこと嫌いなやつ投げろって煽ってたんだからそれはお前言われても仕方ないじゃん自分から煽ってくれてる煽ってるんだから無言フォローダメなんですか無言フォローされてまあその投げている人からするとなんだこいつってなるんじゃないねえ。 だから言ったんじゃないかな。他にもなんか理由があるらしいけどね。無言フォローダメなんやじゃあじゃあ,あのその人自身が相沢さんに対して、まあ、ちょっと強く言ってる状態の中の無言フォローだったらしいんだよ。そう現状がいきなりの無言フォロー,フォローでその中身としての部分は。 んか相沢さんのことが話題になっていた時の話らしいんだけど「秋マに電話して聞けよ」「秋マに電話します」ちょっと挨拶してたかどうか無言フォローしちゃった 出るか分からんけどねあパチンコ行ってるでダメか パちゃんが通報されてるなんで俺が通報されるんだよ。そもそもさ礼儀を知らないっていうふうに言ってるけどお前さうちのリスナーさんに対してちょっとフォロー、ね、していいですかぐらいの挨拶しろよだったらそこまで言うんだったらね礼儀礼儀って言うんだけど礼儀をねかまさずにこういうふうにやってきてこういう風にアンチがついてるのはお前の責任だろう。 それは他人の責任し自分の都合のいい時だけ礼儀っていうのはどうなのお前。頭はおかしいんかアホかお前。別にね、フォローしていいですかって一言ぐらいの挨拶は別にいらないです。別に無言フォロー全然していいんですけど、相沢さんっていう人間が礼儀というふうに示すんだったら、全部礼儀を示してからやれよ。な都合のいい時だけ礼儀言ってんのよって話。 これからすると。相沢さんがまた連絡来てる。<noise> はい、どうしました。いや、ば、まあ、なんか、あの、集団通報で落とされましたね。僕は集団通報してませんよ。 誘導もしてないし。いやされたみたいですね。誘導されたって言ってないよ。集団通報のいじめがあったから落ちたべってカ、はい、ルさんが誘導。それは違いますよ。相沢さんの不適切な発言が多数あったから通報されたんですよ。あなたの言葉悪者じゃないから大丈夫ですよ。ね。今その言い方だと悪者みたいな言い方になるんでやめた方がいいですよ。ああ、ありがとうございます。ええ、まあ僕は通報誘導もしてないし。 うん、その僕のここにいるリスナーさんが通報したかも思えないんですけれどえ知らないですよ、はい、私は集団通報で集団通報いじめって書いただけね、えー、タイトル別に言うでしょ集団通報いじめっていうふうに言ってて俺は別に相沢さんに対して責めてないですえ別にパルさんがとは書いてない私は、ね、だから責めてないんですよ、うん、いいですか、うん、あそうなんですかと私の書 はい。だからそれに対して文句言ってないんでね。え私も言ってない。はい。<私>だからそれを今話題に出してきたから、さ,さっき言いましたよね。修道い,い,いじめ通報っていうと俺のリスナーさんがやったみたいに言い方だよねと。無理やで。冷静に話せないんだったら電話切るよ。はな、じゃあどうぞ先に話してもらって。はい。ごめんね。私の方が年上やけど大人げなくてごめんやで。どうぞ。だけどもあと私がパルさんに対して一つ言いたいのは。 私ごときに挨拶しなくてもいいっていう言葉あれはおかしいねああじゃあそれすいませんありがとうお前ごときかとか言ってねはいうんそうだねそれはそうは <い S 1> 私だってパルさんにお前ごときって言ったことないねえでもねうちのリスナーさんが爆投げ師って分かって上で無言フォローしてるよねえ私昨日フォローしますって言ったよ本人にいやいやその前ですよ <うん S 2> だからそれはね私 パルサンの名義知らなかったのそれを、あなたのところの名しさんが、言いがかりであなたに言ったので、ね、私だからあれは漢字に巻き込だからちょっと奪ってやろうかと。なのとこのごめんねで、礼儀をね、<は>語ってるけど、その名義さんと私の枠で話していただきますか。いやー、その人がいいなら僕はいいですけど。あ、わかりました。じゃあ、その方にそう伝えていただきます。ええ、で、ね、で、その方 切り離して考えてるの礼儀礼儀だっていう風にはいさ私はパルさん昨日かわいそうだなって思ったの投げしさんからもね付き合ってる方からも顔潰されてって別に顔潰れてないですよもともとね私は私はパルさんかわいそうやなって思いましたよはいでね相澤さんまあ礼儀礼儀だっていう風に言ってるけどその無言フォローとかするわけじゃないですか でもね、私ネットは無言フォローとか普通やと思ってて、どっちのその,その無言フォローあんまりしたらダメなんでメタル社長を無言フォローしたんです、逆に。私、メタル社長のアカウントフォローしたことないのよ。機能したよ。機能、はい、配信されてたからフォローしました。だけど私、メタル社長っていう方のアカウントはフォローしたことないのよ。はいはい。で、なんで無言フォローしたんです、そこで。えー、私、無言フォローすることありますよ。無料投げてくれた人も無,料無言フォローすることある。ね、あ、そうなんですね。はい。 アイテム投げてくれたらしてくくれれたたしんんだだそそううですね、はい、あなまあでもそれに対してまあなんで無言フォローしたんだっていうちょっと部分では矛盾があったから不思議があってましたよ。 本本人から本当にフォローしないでっててて言われてから外してましたよでも昨日私のことを枠でされてたので、えー、私フォローしますねって言ってフォローしましたよ。あでも、ね、私本人に言ってますからあそうですか。まあ。はい。投げてないっていうふうに言ってますけどね。投げてない状態でいやいや。だからじゃあコメントが面白かったんじゃないですか私の枠に来られあそうなんですね。はい。じゃあ、えーでも ご本人がフォロー外してっていうおっしゃったから外してますよ。で、私、謝りに行ってます。かなり前にご本人の枠に。あ、そうですい。だから、もしこれ以上ね、何かの方が私に思うことあるんであれば、えー、ご本人直接私にあの言ってい,て,来ていただいてもらっていいですかその方は私のことで配信取れる方だから、リスナーさんじゃないですよね。まあ、はい、配信できますよ。うん、であれば、はい、パルさんが。 代弁するよりもその方と直接お話しさせていいたただきたい私はね、ええあの、この人とは話さなあかんなって思った人から逃げないのよ、絶対に。だから、その方が私に文句あるなら、パルさんを使わないで、どうぞご自身でおっしゃってください。ね、あなた、ええ、パルさんのことを応援してる方なんだったら、パルさんにあの負担かけてどうするの私、そう思います。いや、別に負担かけてないですよ。僕が思ったことは別に家とは言われてないんでね。いやはいねやっっっぱパパルルささんんたわめっちゃ優しい ナゲスさんのことすっごいかばってる。すごくリスナーさん思い。すごいええー、ありがとうございます。やっぱりパリさんが、えー、のそのね、ガキじみた煽りはやめたほがいいよ。いい大人なんだからさ。うん。そんなことしかできないのゲイがそれだけか。え、何がですかえー、パリさん今度また私の批判始めるのえ、まあすいますよね。その煽りがちょっと見え隠れた。えー 煽ってますから見え隠れて見え隠れしてる煽り,りがえ全然逃げ隠れしてるのあなたも投げしさんね私のこと誹謗中傷しただってあの外せって言ってフォロー外したんでしょえそうですよだから外したわけだからああそうだパルさん、えー、中村君とイキリストに気をつけてねなんで中村君とイキリスト、はい、昨日その方の枠で機嫌取ろうと思って必死でコメントしてたよははい、はいまあそれは別にいいんじゃない投げしさんも 別にキリストと中村君がそれであ機嫌取ってても別に何も思わないですよ。俺はこれ延長戦で、佐藤さちゃんっていう彼女がねあなたにディスられたことに対しての文句なんで。だからもう一緒のこと、じゃあそういう部分もありましたよねという話なんですよ。うん。えー、だその人がどう投げようが勝手なんで。だーでもそれはかっこいいよね。それはめっちゃかっこいい。うんはい

佐藤ささん、失礼なこと言ってすいませんでした。挨拶してくれたの聞こえなくって、私も音人げなく謝ってしまいまあ、怒ってしまいました。すいません、泣かしてしまって。本当謝ってますはい、謝ってますよ。謝ってないさん泣かしてしまってって。だって私、私、私、そんなことで泣く子って初めてやったから。ええー。でも、まあ、ええー、怖いやらい,いきなり怒鳴られたら怖いよ。細な方んで、私、24歳の子。 まあ大人げなかったなと思うんで、本当にごめんなさいね。ね今も大人げないと思うけどね、ちょっとね。そう、でも謝ってますけどね。謝ってるいうふうには見え受けられないよね。なんでですか?あ。じゃあ逆に煽ってるように見えるけど。今日私ね、坂の景色行かなあかったけど、ちょっと時間あるんで、謝りに、にお菓子持って謝りに行きますわ。証潮折り持って。はい。行きます。住所送っといてもらっていいですか?。佐藤さちゃん、会える?。あ、怖いって。あ、パルさんにだけお渡ししに行きます。じゃあ。 いやちょっと俺はしんどいですね。ちょっと動きたくないっす。えなんででも貸し折り持って謝らさせてくださいよそんな。いやいいですよそこまでは貸し折りは。あじゃパルさんにラインギフト送っときます。いやいいですそれも。えその間がんね気持ちがないよね気持ちが。いや普通に思ってる。思ってないでしょ。どうしてそんなプライドが高いの。何が。 めちゃくちゃプライドが高くてどうしても自分がマウントを取ってやりたいって気持ちがひしひしと伝わるよ、はい、私,私ねそのその子が本当に私の発言で傷ついたとしたらば、はい、じゃあ私も大人げなかったなて私パルさんと仲良くしたいしね。私<へ>パルさんのことは普通にい、e、い配信者さんだなと思ってたから、うん、だからパルさんと揉めるつもりなかったんですよでも揉めるってのはわかるよね、うん、佐藤さちゃんのこと言えば まあだからパルさんの男気じゃないですかそれはでも私がパルさんの立場やったら彼女が怒るかな、えー、私やったらね。ねいや挨拶がなかったとしたら怒ってたけど、<え>挨拶してる、うん、動画があるから。うん、でもそれは<え>でも,あのもうちょっとはっきりああの君も言えばよかったねって、ちょっと一言ぐらい言えるよね私やったらそうするな。角がたたんからその方が。いやまあその挨拶をした後にあきこままにと言って話してたじゃないです、うん、その後に急に切れてるから。うんそ,その キレのスパンまで早いっていうか、相沢さんあ私がね、ごめんなさい、線がね、降って多分ね、あのー、あんまこんなこと言いたくないけど高年,年期入ってると思うよう思う、ね、あ、命の母飲みますうん、ちょっと、うん、気をつけたほがいいよあ、でも、あの、カシオリ持って謝りに行けた場今日、カシオリ持って謝りに行きたいいや、住所あんま教えたくないですね、相沢さんに晒しそうだしあじゃあ、今度、あの、グリスタでリアトツマチしてるときにまたお菓子ああ、それなら全然。子お、うん いいですけど、はい、じゃあパリさんあのもうあ、ね、これに関しては行こないでいいですかあ別にまあどう佐藤さちゃん<え>もういい言いたいことあれ言っていいなあいも聞くと思うから、はい、ええあ大丈夫 あ、異婚なしでいいですかで、あの、そのパルさんの投げしの方、メタルさんに関しては、ご本人と話して、私が謝らなければいけないところは謝りますので、ええ、ご本人にあの、もしまだ思うことあるなら、私に直接言ってくださいと伝えてください。<何>あの、相沢さん、お店に電話するとかやめてほしいです。ああ、そんなことしないですよ、ね。そんなこと言ったの、うん、え、そんなこと言ってないですよ。一言も言ってない一言も言ってない。それ聞いたの佐藤ちゃん。 リスナーさんが聞いたえー、言ってないタヌキに踊らされてるね <laughs> まあでも<私>その,あの私、ねえー、昨日のアーカイブ全部出しますからじゃあ全部確認して言ってないからそれ言ってなかったら謝ってくださいね私にいやでもコメントでも言ってたぞってすごい流れてて,、えー、言ってない全部全部昨日のアーカイブ出しますえー？全部出します全く言ってないから脅迫めいてない 全く言ってないですね。そんなこと一言も言ってない。本当に、はい、店行くとか店通報するとか言ってない？言ってないです。全部出しますよアーカイブ。あ、ちょっと、ね、記憶が抜けてるだけとかじゃない？思い当たらない？今のうちの一人とかいいよい、ね、それ。全く言ってない。全部アーカイブ出します。女配信者雑魚とか言った？昨日,昨日のは全部出しますねアーカイブ。うん、あの女性配信者雑魚とか言った？全員。あ

生まれてこの方は、まあ、嘘をついたことはないかもしれないあ嘘をついてきたことは多々あると思うけど守るためだけには嘘をつくと今回は別に守るためでも何でもない嘘はつかないそうだから嘘つく必要がないのよ、えー、だから嘘何も言ってません電話するなんて言ってない彼女の店さえ知らない いや知らないかもしれないけど、うん、でも相沢さんで、ね、もちょっと彼女に脅迫するのやめてくださいね知ってません私今脅迫されてる逆になんでどんなに脅迫私が脅迫したっていう疑いをかけられて集団でやられてる通報しますこっちめっちゃ来てるよまたええー、でも言ってたってコメントすごいんだもん、うん、え言ってないよ私の赤い口は確認しない、ね、相沢さんなんでこう嫌われてるか教えてあげようかあどうぞ相沢さんはさあ言ってることに参点するから みんなが聞いててねつなげき通さないからさ、ね、からからついてこれないんだよんつなき通してねあのついてこれないんだよあなたの言葉にだからみんなねいいんててアンチになっちゃうんだよあと偉そうだしいいすで怒るし、ね、おもちゃになってるよえなってませんんんよおもちゃ誰一人私のことおもちゃに引きらんね,残念やっね、うん、おもちゃになってる。 相沢さんはもうブラッチのおもちゃだよえ、でもさ、パルさん、うん、私のおかげで十三発、十九分でファンタ込んだよね私のおかげじゃないよ、リスナーさんのおかげだよ私のおかげや私が嫌いやから私を帰らせてくれてみんなファンタ投げたんやからそうやろ一人の方が投げてくれたんだけど一人の人がそんだけ私を嫌ってて投げてくれて私のもいけやんそれ違ういや全然違う、その人が俺の、うん 応援をしてくれてたから応援してくれるだけ、うん、そのおまけだねアイザーさんはでもさパルさんさ私嫌いな人ナイスくださいってナイス集めたよねじゃあそれはあなたの利益に私貢献してるよ、ねえー、あーそれありがたいですいつも、うん、じゃあそういこと言ったらダメだよね、うん、なんで、うん、だって私のことを利用して稼ぎをちょっとでも出したら私にそういうこと言ったらダメだよねいや、うん、俺はだって彼女が言われたらそれ言いますよ うん、私でも彼女に直接何も言ってないよ。で私彼女にアるためバルタミーあげようと思ったら、ええ、彼女が私のことをブロックしてたの。何もできへんかったのよだから。だから私パルスに昨日電話してたと思うけど。ええ、でも電話出てくれなかったね。真似てましたから。違う私土下座ザキされてるけど必要ですか誰にです、ええ、ええ、まあ、コメント欄に土下座土下座って。たぬきにね、対応されないでください。うん、自分で言ったでしょ大丈夫ですよ、ね。それ確認してるの。いこないよね、もう私たち。ええ。 それはもう、カイザーさんの勝手なんで。の言ってないのいうかかさささとんんいいです私にはもう謝らなくていいんだメタル社長とパルちゃんとアキコママさんに,さメタルさんには、私もいろいろ言われているので、私が謝る必要があったら判断します。ね、パルさんに先謝ったの聞いてませんでしたもう一回謝った方がいいママさんには あきこママさんにはもうすでに謝ってるねじゃあ私はもう何も言うことないんですそうでしょ私大人だから大丈夫です、うん、ちゃんとやってますあ、まあ、もう遺恨ないねまあ遺恨はないですねはいパルさん全然もうそれでの、まあ、パルさん今度リアとつまちされてる時に私歌唱力持っていきますのでまあいらないですけどねはい、うん、いやそれ私の気持ちやから いや、荷物になっちゃうんで。あ、そうですか。はい、気持ちだけで。じゃ、あもうラインギフトで、なんか送ります。いや、もう、気持ちでいいです、もう、それは。あ、本当ですか。すいません。すみません、私も配信ね、まだ一年も経ってないんで。ええ。ダイガさんね、みんなと仲良くやりましょうよ。そうですね。できたら仲良くさせていただきます。ダイさん、大人になりましょう、ちょっと。そうですね。ええ。きなりさん、も、盛り上げるために、言っただけでしょ。 あ,あ、その部分あったかもしれない。ごめんなさい。あ、そうですか。わかりました。はいすみません。はーい。じゃ、あまたお願いします。ありがとうございます。はーい。あ。いつものやります。あ、じゃ、さん、あの、花屋が喋りたいって言ってんであげてもいいですか。あー、その人でも、だけじゃないかな、私と関わるなんて。どういうことです。 その人私と関わるのダメやと思いますよ多分もうあの警察こないだろこの間警察にその人が私の枠やったのをもう言ってるから、はい、その人が変に噛んできたらその人もいよいよ立場やばいとかやめた方がいいと思います、うん、でもお話もそれでももしその人が話したいって言うやったら直接私のブロックといて私の枠に来てくださいって言っといてください、うん、あわかりました、うん、はい じゃ了解です。あはい、私あのその方に伝言いいですか一つだけ。ああはいお願いします。私あの私のプライベートとか全然あの何リアルに目をかけて後編にやったら配信者としては絡んであげてもいいって言ってたって言っといてください。はい了解です。花屋さんにどうぞお伝えください。わかりました。はいじゃあパルさんまたサトスちゃんさんをサトウサちゃんほんまにごめんなさいね。はい。うん。では。はいありがとうございます。 はーい、失礼しますってことですねじゃあ花屋がちょっとは話があるらしいから電話しますなんでこの人上から目線なのいやマウント取りたいんじゃない お疲れ様ですはい<あ>パル,ルさん花屋さんお疲れ様ですあごめんいさい、ね、あのね今なんか申し出てた配信者としてやったら絡んであげいいいっいいうところなんですけど、ええ、あなたは人としても配信者としても本人い全く絡みたくないんい、ね、パルルさんはい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 すいはいはいはさんすごいは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 いいから、まあ、はいはいい リス・アントのためにやったっていうのはもうだから周知もうご理解していただきていてると思うんですけど昨日、えー、佐藤沙ちゃんが泣いてるって言って7時頃僕ちょうどバック終わる時にね連絡来たんですけあはいはいはいでね、佐藤沙ちゃんの喋ったんですがまあ、そもそもね僕が一番引っかかってる部分って、えー、あの彼女こう言ってたんですよはいお前パルパルの教育が悪いから挨拶とかできへんのかっていうはい,はい、はい、あっえー、そんなこと言ってたんです

まあ、まあ、ボロかせてたんですけどね。ええ、昨日僕、言ったんですよ、佐藤さんがあまりにも泣いてて、仕事前にね、うんいや。で、佐藤さんに、もう、本人、通報入れたらって言ったらね、うん、佐藤さんが、いや、私が悪いんで、通報入れないです、うん、って言って、言ってはったんですよ。うん 全力でヘイト向けてましたね見てる感じだからやっぱねパルパルさんも素晴らしかったら彼女さんも素晴らしい人間ですよねほんまにいやそんないやもう素晴らしいそんなことないですよまあでもパルさんもねん挨拶するせえへんなんで昭和の時代じゃないねんから挨拶するせえへん ちち切れるって人間的にどうかなって僕思うんですよねそもそもで絡みがあるわけでもないし佐藤さんじゃんってあきこさんに会いに行ってるわけでしょ言ったらかに。よしてないからね挨拶がなかったみたいなでねさっき言ってはったんですや挨拶聞こえてたらんか挨拶してて私大人気なかったっていうけど聞こえてようが聞こえてなかろうがそんな一応起こることじゃないまあ確かにまあスナー狙いだったんでしょうね パパ、ね、ルバル最近あいつなんか菓子折り持っていくって言ってたけどこれねあいつの手法でね何か接点を残すことによってまた何かリスナーとか狙う時にパルパルさんにデッツランやすみたいなそんな浅はかな考えなんですよ、うん、ほんまにいやそうだと思もん3か月あいつずっとやってたからもうあいつの思考回路もわ分かるんですよだからもう何でも分かってよに手に取って納得できるもんいやでもあのほんまに佐藤さんじゃんマジで昨日かね今話終わりって言った、うん、あれあったんですけど すごい可愛さだったんでありがとう多分う嬉しがってる彼女も,るけども素晴らしい彼女も、うん、素晴らしい彼氏いやすこませんはね、頑張ってください、はい、すいません話無り解して全然全然あ,ありがとう貴重な意見でした、はい、すいませんありがとうございましたありがとうございますこちらこそすいませんすいませんはいすいませんまず無限さんからありがとうございます君が君が君が今日のアラブ世教大圧今夜は君がトップ1 君がいなくやってけない。けけけん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 ,けん。トドンチキ。うるっとろどんちき大っすありがとうございます。他の方々もうるっとろどんちきありがとう。投げてくれてる方々ありがとうございます。本当に。<laughs> えー。で、無限さん、屋形船は僕行かないっす。はい。これね。で、花屋ありがとうね。コラボ上がってきてくれて。 いやもうこれは励みになるよ、佐藤さちゃんも。俺の言葉だけじゃね、ちょっと足りなかった部分もあるから。うん。あ、録音聞いたうん。言ってるんだよね、言ってないことを言ってるって言っててね、相沢さん。だからまあ、しょうもない嘘をつくなと。まあ、俺が言えることはそれですね。 お前の負けだろいや、勝ち負けとかじゃないんじゃない勝った負けだとかね。て花火くれた人誰だろうあ、黒プリンちゃん、ありがとううわー、これ誰七種のゴンベイさん。ありがとう、M、MO ってついてる ID で。北野さんもありがとう、ともちゃんも。いさんもありがとう、ロケット花火。すいません。うわー、P さんもありがとう、グッティさんも、ラーメンバカ野郎も。 ゆみちゃんもありがとうね。ゆうさん、しんちゃんもありがとう。なんで偉くできるんだろうそんなに偉い人なんか不思議だまあ、あれなんだろうね。やっぱり昔が結構ちやほやされたから、その部分が固まっちゃって、その年齢に達しているから、どうしても。 そこが抜けれないんじゃない謙虚な気持ちが花火あります DM 見てパルちゃん DM って何裏パルの方どっちだろうえー、DM はね裏パルじゃないと見れないからねはい心に 心を落ち着かせた人、一1ヶ月ぶりに若柳さんが歌配信して、あ、そうなんだ。あ、リリーさんね。あ、リさん対決してんのか。今日は。まあ、うちの彼女がね、ディスられたんで、でリリーさんにちょっと、あの、踏んであげてほしい。いいですか。 ねえさんの方に行ってもらえませんかちょっとリスワン相沢さんまた来てるんでリリーさんかくれたからね <laughs> はいリスワンんか今日リリ,リリーさんというか相沢さんしつこいなと思ったんだよ でよくよく考えれば、さん昨日取れててなかったから、今日もリスさん狙いたいんだろうね。予想だけれど。ええ。踏まねえよ、ダサいぞ。ダサくてもいいよ、別に。そこ、ひどんなさん、ひどんなさんって配信やってないもん。で、俺が配信切ったら多分、あいささんの流れるから、だったらリリーさんの方に行ってほしいっていう気持ちだよね。うん。 流れちゃうまあ好き勝手やってくださいそこははいまあでもリリーさんの方に行ってほしいってい気持ちです俺はリリーさんがアーカイブ出してくれてるあなんかえおこさんが連絡来てるなんだこれ 珍しい人からどうしたんだろうあっ綾子さんお久しぶりです綾ちゃんはいあのね失敗しなくていいかね、うん、どういうことです私が敵打ってやっからあとさ、うさ、えー、ちゃんにも言っといてもれ<え>はいえどういうことですか相沢さんのことですそうだよ ええやこさんどういうことです？熱々熱々やってやっから。そうでしょうやこさんいやでもやこさんが僕らのね巻き込まれにちょっと申し訳ないですよ。いやいやとんでもないですよ。ええー。佐藤さんちゃんにも言っといてかわいそうだわ。あれやこさん相沢さんのこと嫌いでしたっけ？大嫌いだから。そうでしょうなんで？本当だよまだ保険証見捨てねえんだから。ワンワンじゃないよみんなやこちゃん。かなさんに。ええー。 あそうそうだよちなみになんで嫌いなんですで、ね、ええうん何ではは応援できないいけど、はい、あのー、気持ちは応援してからあ、了解ですいやありがとうございますなんか申し訳ないですいいそれだけなんだけどやれんのかって、はい、やってやんぞって無限の彼なたへ<も>さあ行くぞ笑ってこらえて やれんの飽きられてるわもううんいや別に相沢さんを敵,敵だらけにしたいわけじゃないんだよただここぞとばかりにねあのー、相沢さんの嫌いな人たちの勢力が出てきてるだけそうだからなんて言うんだろう嫌われすぎ相沢さんおお なんでこんなに配信者に嫌われてるんだろうね。花火ありがとう七神のコンベンさんありがとうえー、弱い者いじめばかりいや、弱い者いじめというか、なんて言うんだろう。もう俺は俺でね、退場しただけだから。はい、あとは、それをやるかどうかはもう他の人たち。その 弱い者いじめというか、その弱い者いじめに対しての、そのいろんな配信者たちが、その責め立てるような内容を作ったアイザさんが悪いよ。それを言われるような環境や言われるような関係性を作ったアイザさんがある自己責任だね。アイザさんがおっとりしてて言ったりしてたらみんな何も言わなかったと思うもん。今までやってきた、 悪非道がねあのー、まあ足引っ張ってね相沢さんのよっさんが吠えてるなんでよっさんが激怒してるの電話しますちょっと。 あ、閲覧の話ちょ、やめてよ。アイザさんで切れてんのかなと思ったんだけど。じゃあ終わりますわ、放送。はい。終わります。とりあえず、リリーさんじゃなくて、アイザさんに対して、その、みんなで団結して戦おうぜっていう、その、ダサいことではなく、まあ、彼氏としての、まあ、えー 相田さんの対面だと思ってくださいねはいそこだけ分かってくださいあとのほかの人たちが言ってる内容に関してはおのおの感情があるんでねだそこをいう感情を作った相田さんが悪いです、ええってことなんで「よっさんが電話してる嘘だろ?」 まあいいやでも、閲覧の話でしょ。うん。今お休みモード解除した。ちょっと待って、見るわ、枠。まあ枠終わりますよ。よっさん、やってる枠。まあいいや。 ってことでね。で、あいさなことじゃないでしょ。うん。閲覧の話でしょ。じゃあ、ヨッサンの悪言ってあげて。リリーさんの悪いどっちか。リリーさんの悪いかヨッサンの悪いか。言ってあげてください。終わります。あ、ナイスセンもありがとう。お前タイミング悪いんだよ。 じゃ、あまとめます。ふわっち、大炎上ニュース。まとめずいぶん上からだな。いや、一定の感情だね、俺は今。はい、えー、ルイジとエメタロウちゃんがコラボ。えー、久しぶりにコラボしました、夫婦でね。元夫婦で。ユリア、ニコ生の1ヶ月分の収入を公開。3 7百0 0円。 アイザさん VS 佐藤さちゃん。はい。あきこママのリア突で佐藤さちゃんとアイザさんが揉めました。はい。君も引退。うん。リスナー争いで、ええー、なんと1位がミズニアン。アイザさんが2位という結果になったそうです。はい。アイザさんが1位だったんですけどね。えー、沼レの花見。3月29日。 亡くなるかもしれません。ひかるでやっちょくんがもめていると。それを見かねた香川さんがもう行かないという発言。し、は、き、いえー、ちゃん、危険運転をしていると弁叙太郎さんが指摘。ミズニャン VS エセアカさん、りんちゃんの取り合い。野田総理から、よっさんは動物虐待をしているとツイッターで引用リツイート。猫ちゃんは投げている動画ですね。 金梅さんの現状、腹がパンパンで苦しいそうです。始発も、えーし、え、刺し、し、刺戦死。戦死を、えー、まあ、一週間以内にね、何回かやってます。はい、無限さん、物申す、やっちょくん。やっちょくんのブイ、えー、に対してツイッターで物申してました。はい、ってことです。 ってことで今日のね、ふわっち大炎上ニュースでしたありがとうございます今日はありがとうございました、はい。もう終わりです。で明日ティ TikTok の25日ね、昼の2時からなんですけど、 あの、対戦があるんで、天然ストレートさんと。よかったら来てください、明日ね。宣伝しておきます。はい。25日、よかったら来てください。じゃあ、ありがとうございました。電話出てくれた花屋とか、えやこさんとか、あいーさん、あとよっさん、ありがとうございました。また、応援してくださいね。 終わりますミミちゃん、ありがとうお疲れパルパールありがとう